似顔絵ウェルカムボードの描き方色塗り編をお届けします。下書きを練り消しできれいに消します。白のクレヨンは水彩絵の具を弾くので先に描いて光を表現します。透明水彩を使います。肌色は結構水でかなり薄めて塗っていきます。いきなり顔を塗るとちょっと怖いので、体から先に薄く塗っていきます。顔の中を塗るときは色が水分が足りなくなることがありますので、多めに肌色を溶いてたっぷりの肌色で塗っていきましょう。顔の中や輪郭などは絵の具でにじまないように少し2ミリぐらい開けて内側に塗っていきましょう。ムラにならないようにするにはスピードも必要です。薄くですね、ちょっとスピードを持って塗ってみてください。少しだけ濃い肌色で影を塗ると少し立体感が出て綺麗に仕上がります。おでこのあたりだけ少し濃い肌色で塗ってみてください。肌色が濡れている間にほっぺの朱色を重ねて塗っていきます。綺麗にぼかすことができます。黒い紙でも若干ですね、茶色い色をベースに塗っていきます。それから上にだんだん黒い濃い色を重ねて塗っていきます。全部濃い色を塗らずになるべく輪郭の周りだけ、暗く、そしてあとは光の加減も残すように綺麗に塗ってみてください。筆の毛先の流れも綺麗に表現できると髪の毛が綺麗に描けます。ぜひチャレンジしてみてください。さらに濃い色をのせていくと絵が立体的になります。透明水彩で描いていますので、下の色が生きるようにどんどん重ねて塗ってみてください。タキシードとドレスですので白の設定ですけれども、グレーとかでですね影を描いていきます。ティアラもグレーで描いています。
次は鼻の色を塗っていきます。まずは最初にピンクで塗っていきます。たっぷりのピンクの色を水分で一気に塗っていきましょう。鼻の色は円を描くようにかすれるようにぼやかすように描くと綺麗に塗ることができます。次は黄色を塗っています。間を埋めるように綺麗に塗っていきましょう。鼻の色は少しぐらいはみ出るぐらいで全然大丈夫です。後からまた描き足していきますので、今の段階ではラフな感じで、塗っていってもらって大丈夫です。バックの色は白の余白を残しながら綺麗に塗っていきましょう。絵の具の下地塗りができたら、次は肌色のコピックなので、綺麗に影をつけていきます。目の中や鼻筋、唇などを肌色のコピックで塗っていきます。あとは重ね塗りでピンクなどを重ねて塗っていきます。目元は大事ですので、少し影をつけて立体的になるように塗ってみてください。唇もポイントです。あまり赤くなりすぎないように、でも華やかになるようにピンクを重ねて塗っています。ここまでは絵の具の下地塗りになります。次の動画はいよいよ絵を完成させていきます。ホワイトの入れ方なども解説しています。ぜひご覧ください。チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。